今回は八宝菜の作り方を紹介します。八宝菜の材料は8種類用意しなくてもいいです。八宝といっても材料が8種類というわけではなく、いい材料がたくさん入っているという意味です。肉、魚介、野菜をバランスよく取り合わせるのがポイントです。今回は夏野菜がたくさん入ったものを作ります。季節の野菜を入れるのがいいですが、なければ冷蔵庫のあるものを使ってもいいでしょう。それでは作っていきましょう。野菜を切り揃えていきます。まずは人参から。人参は鳥の形の飾り切りにします。切れ込みをまっすぐ入れるだけの簡単な切り方にしました。ちょっと飾り切りをしたものが入っていると、それだけで少し豪華に見えます。オクラはヘタの部分を取ります。ピーマンを2分の1個4等分に切ります。白菜を1枚、芯の部分はそぎ切りにします。小松菜は5等分にします。じゃがいもは皮を剥き細長に切ります。ナスはヘタを取り半分にし、4切れ使います。かぼちゃは少し厚めのスライスにします。ミニトマトも2個用意しておきます。それぞれの野菜を同じぐらいの大きさにバランスよく切り揃えるのがいいです。人参とオクラは下茹でしておきます。生姜とニンニクを四角く切ります。みじん切りではなく少し大きめに切ることで、肌の薬味ではなく香りや味にしっかりとしたアクセントを出すことができます。エビとイカと豚肉に下味をつけます。エビとイカはよく洗い、水気を切り、紹興酒、塩、胡椒、味の素で味をなじませる。溶き卵を含ませるように練り込み、片栗粉をまぶし混ぜ合わせる。さらに油を加え揉み込む。時間があればラップをかけ10分ほど置いて味を染み込ませる。豚肉は醤油、黒胡椒、塩、味の素を入れ、卵、片栗粉、油と入れていき、同じように混ぜていく。エビとイカを油通しする。中温の油にエビとイカを入れ、軽く火を通す。豚肉も同じように油で落としていく。低めの温度にした油にジャガイモを入れ、じっくり揚げていきます。かぼちゃも焦げやすいので、中温ぐらいの油で軽く揚げていきます。
かぼちゃを取り出し、温度を上げ、ナスを入れていきます。最後にトマトを軽く油にくぐらせていきます。火の通りを考えて、硬い食材から順番に入れていきましょう。鍋に大さじ2ほどの油を入れ、生姜、ニンニクを香りが出るように炒めます。白菜、小松菜、人参、ピーマン、ネギを炒めていきます。野菜全体に油が回っていくまで炒めていきます。野菜が炒まってきたら、調味していきます。紹興酒を大さじ1、鍋肌から香りが出るように入れていきます。醤油を大さじ1/2入れ、軽く香ばしさが出るように炒めます。スープを 100cc くらい入れ、野菜を煮ていきます。砂糖を小さじ1、味の素を小さじ1/2、オイスターソースを大さじ1、胡椒を入れ、味を煮ていきます。油で揚げた野菜を入れ、水溶き片栗粉でとろみをつけます。水溶き片栗粉は大さじ1くらいを2回くらいに分けて入れていきましょう。慣れていない方は一旦火を止めてから入れるのがいいでしょう。最後にごま油を香り付けに入れます。盛り付けに入ります。食材の彩りやバランスなどを考えて皿に乗せていきましょう。オクラは柔らかいので最後に乗せていきます。八宝菜は具材が多く手間と時間のかかる料理なのでちょっと大変ですが、一度にたくさんの食材が取れて美味しく栄養もあります。今回は夏野菜で作りましたが、秋ならキノコをたくさん入れて作るのもいいでしょう。ご家庭で作る場合は冷凍の魚介ミックスやかまぼこ、ハムなどとともに冷蔵庫にある野菜を入れて作るのもいいと思います。今回のポイントは下ごしらえが重要です。魚介や肉に下味をつけ、薄い衣で旨味を閉じ込めること、野菜の大きさをバランスよく切ることです。この料理は日本語では五目旨煮というように、白菜などの葉物野菜などを味付けしたスープで煮て味を染み込ませるのが大事です。この八宝菜の作り方にスープを少し多めに入れると作ると中華丼になるので、手軽な感じで作ってみてください。
このチャンネルではこれから中華料理を始める方やご家庭で中華鍋を作って料理を作りたい方や料理のできる様子を見るのが好きな方に向けて作っています。これからは定番料理などの解説動画なんかも作っていきたいと思っていますので、よかったらチャンネル登録をお願いいたします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いいたします。それではまた次回よろしくお願いいたします。